100日でエニアグラムを理解するシーズン3。さあ今回からですね、女子アナウンサー特集ですね。でトップバッターは高島アナウンサーです。あやパン。さてそのタイプはというと、ズバリ6だと思います。でこれアナウンサーの歌う選手権的なやつ番組あったんですけど、司会瞳の待ち伏せですか、歌ってて、いやまあこれ本当うまいですね。実は私その目覚ましの時代あんま見てなかったんで、高島さんもちろん知ってたんですけども、やっぱみんなすごい人気があったんだけど、あそんなにそういう言うほど可愛いかと思ってたんですけど、まあ見たら可愛いですね。なんていうかな、それフジテレビのそのアナウンサーアイドル化計画のまあ最初ですよね。アーリーモーニングって CD 出しまして、いやまあこう見てみまあ過去の映像とか見ると本当やっぱ可愛いですね。でまあオーラっていうと、まあこの目尻のシワですね、まあこの笑顔はやっぱりよく出てきますね。ででもそんなにね典型的じゃないんですよね。そんなに典型的じゃない。でもそのなんですかな、その女子らしさはやっぱり前面にこう出してるんですよね。意識して、まあ、そこはやっぱりロックっぽいんですよね。でもこれがそのもうちょっとこの度が過ぎてくるとボディタッチとも入ってきたりして、まあいわゆるぶりっ子的になってきて、まあ、女子に嫌われるような感じのキャラクターになるんですけども、やっぱの場合はそれはあんまりそんなに、まあ女子らしさは前面には出すんだけども、そんなに露骨じゃない、そんなに典型的じゃないがゆえに、やっぱ女子にもそんなに嫌われてなかったと思います。今もそんなに嫌われてないと思いますね。まあおしとやかっていうか奥ゆかしげなタイプ6ですね。で、まあ、この仮説が正しいとすれば、ものすごく上下先輩後輩関係に厳しいし、ルールにも厳しいはずです。はい。まとめです。タイプ6の高島彩さん。典型的じゃないけれども、タイプ6で間違いないと思います。でまあ、じゃあストイックなところもあるんで、やっぱり5寄りかなと思いますね。